ハルフォード・マッキンダー。サー・ハルフォード・ジョン・マッキンダー。サー・ハルフォード・ジョン・マッキンダー。1861年2月15日から1947年3月6日は、イギリスの地理学者、政治家である、ハートランド理論を提唱し、この概念は、地政学の基礎的な理論付けとなった。事実上の現代地政学の回祖とも言える。ハルフォード・マッキンダー今日は、 ハートランド論を唱え、ユーラシアを起点とした国際関係の力学を地理的に分析した。なお、マッキンダーは自身の理論を一度も地政学と称したことはないが、今日における地政学という体系はほぼ、マッキンダーの理論をその外仰いでいると言っていい。マッキンダーの主張は以下の通り。海洋国家イギリスに生まれ育ちながら、マッキンダーがランドパワー論者となったのは、 大陸国家の勢力拡大への脅威から海洋国家イギリスをいかに守るかという戦略のあり方について研究の重きをいたことによる。マッキンダーの理論ではそもそも大陸国家と海洋国家は相性が悪いということが基本原理となっている。海洋国家は決して攻撃性の強いものではないが隣国の勢力が強くなることを意味嫌う。大陸国家は概要に出て 新たな海上交通路や権益の拡大をしようとすれば、海洋国家はそれを防ぐべく封じ込めを図ろうとする傾向を持つ。そうしたことから、大陸国家と海洋国家の交わる地域での紛争危機はより高まる。マッキンダーは1900年代初頭の世界地図を、ユーラシア内陸部を中軸地帯、ハートランド、内側の三日月地帯、外側の三日月地帯とに分け、 東を支配する者が、ハートランドを支配し、ハートランドを支配する者が、世界島を支配し、世界島を支配する者が世界を支配するとした上で、イギリスを中心とした海軍強国が、陸軍強国による、世界島支配を阻止すきだと論じた。さらにマッキンダーは、ドイツ・ソ連の覇権闘争を予見し、イギリスなどの海洋国家の脅威になると述べ、ドイツとソ連の膨張を恐れ、 独祖間に干渉地帯を設けよと主張し、さらに海洋国家によるミッドランドオーシャン連合を提唱した。マッキンダーの理論は地政学の世界に大きな功績と影響をもたらしたが、その理論は大環境法主義の思考に止まるものであり、次第に注目された航空機戦力などによる空軍力のーパワーへの影響を軽視したため、マッキンダーのハートランド論は、 時代遅れであるという批判を受けることになる。とりわけ空襲という戦法が取られるようになった第一次世界大戦以降、強力な艦隊を持って政界権の維持を施行する海軍国の戦艦中心の戦略論は大きな転換期を迎えた。理論の後継者にニコラス・スパイクマンのリムランドがある。1861年イングランドの東部にあるリンカンシャーで スコットランド系の医者の長男として生まれる。若い頃から周囲の自然に興味を示し、オックスフォード大学では生物学を専攻しようとした地質学や歴史や法学を学び、そのいずれにも頭角を表した。法学の分野においては弁護士の資格を取得している。その後も自然に関する関心と情熱は闇がたく、広く、国内を旅行して自然科学と 人間社会を結びつける中間的な概念としての新しい地理学を提唱し、学会の注目を引いた。ちょうどその頃、イギリスの王立地理学協会、ザ・ロイヤル・ジオグラフィカル・ソサイティでは、地理を大学の正規の講座に昇格させるための猛烈な運動を始めていた。それで1899年に、オックスフォード大学が地理学院、ザ・ オックスフォードスクール・オブ・ジオグラフィーを開設したとき、マッキンラーはその初代の委員長に迎えられた。さらに彼は1904年にロンドン大学に新設された政治経済学院、ザ・エコノミクス・ポリティカル・サイエンスの委員長に就任し、その後20年にわたって同学院の経営に専念する傍ら、経済地理の講義を続けた。この学校の卒業生や留学生の中から、 英連邦諸国の政治家や外交官を輩出している。マッキンダーは学生時代から政治に極めて強い関心を持ち、1900年に自由党から立候補して落選した後、1910年に保守党と自由党の一部が参加した統一党として会員に当選を成し遂げ、1922年の選挙で敗退するまで会員に議席を持っていた。その交友の中には、 L.S.A. メリア・ミルナー卿など、当時の有名な政治家の名前が見られる。だがその後の出馬を断念したのは、おそらくはその学級派だが、下院の空気と合わなかったためと見られる。にもかかわらずマッキンダーの祖国イギリスと世界の、現状を憂れ発言は高く評価され、とりわけ第一次世界大戦後の平和体制や、国際連盟の構想を考える上でのいろいろな、参考にされた。 ドイツとオーストリアの連合勢力を敗北に導いた最大の功績は、とりわけ英国海軍が主として行った大陸封鎖の作戦にあったので、その講和における発言力もまた相応に大きかった。マッキンダーは第一次世界大戦を基本的にユーラシア大陸の心臓部、ハートランドを制覇しようとするランドパワーと、これを制止しようとする海島国、イギリス。 カナダ、アメリカ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、日本の連合及び、フランスやイタリア等の半島国、言い換えれば、つまり、シーパワーとの間の死活をかけた闘争であると見た。そして、今後の世界の平和を保障するためには、東欧を一手に支配する強力な国家の出現を、絶対に許してはならないと力説した。マッキンダーの国際連盟の構想は、 いわばこの目標を実現することにかけられていたと言ってもよい。戦後の1919 19年から1920年にかけては南ロシアにおける英国の高等弁務官としてオデッサに中止、白軍勢力をまとめることに苦労したが、これは成功しなかった。しかしこのような国家的功績によってナイトの称号を授けられる。その後、 マッキンダーはいくつかの公職を歴任しているが、その主なものとしては、1926年に数密顧問官に就任したことと、それから1920年以降1945年に、至るまでイギリスの船舶統制委員会の議を務め、1926年から1931年に、至るまで英帝国経済委員会の議長も務めている。 第二次世界大戦の最中、マッキンダーが82歳の時に、アメリカの雑誌フォーリンアフェアーズ、1943年7月号に、球体の世界と平和の勝利、ザ・ラウンド・ワールド・アンド・ティ・ウィニング・オブ・ザ・ピースという題で、最後の寄稿をしている。1947年3月6日に同ゼットの自宅で死去。1899年9月13日、アフリカ大陸、 第2位の高山、ケニア山の初登頂を果たした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。